タカチャンネルの動画ショー。はい、こんにちは、タカチャンネルです。今回は仮面ライダービルドより SH フィギュアーズ仮面ライダークローズチャージを紹介します。7月28日本日が発売日なんですが、昨日届きました。今年の3月1日にね、予約したんですけど、待ちに待ったビルド系フィギュアーズ初なんで、はい、興奮しております。こちらビルド系のねライダーの中でも僕はね3番目に好きですね。クローズチャージ、通常のクローズよりもね、僕ねクローズチャージの方が好きです。クローズチャージに登場していただきましょう。はい、こちら登場していただきました。こちらがね仮面ライダークローズチャージでございます。もう清涼感抜群のねパッケージですよね。氷のようなデザインなんですけども、こちらはねゼリーなんですよね。ゼリースクラッシュゼリーでして、夏にはもってこいって感じですね。画面を切り替えたいと思いますんでね、はい、行きます。せーの。パッケージはねこんな感じで英語が書かれてますけどね。では SH フィギュアーズ仮面ライダークローズチャージパッケージですね。 CG のパッケージになってます。パッケージ横こうなっております。ほんとね天才が作り出した発明品って感じがしますね。やっぱりねビルドですからね。 D のドラゴンって書いてあります。いやー、こちら裏面もねほんとねポージングがいろいろあるんですが、僕が一番好きなのはねこのポーズがね撮らせたいですね。やっぱりねかっこいいですよね。ツインブレーカーも付属、アタックモードとビームモードが再現可能となっております。開けていきましょう。さっと、よし、はい、出ました。パーツもね結構いろいろ入ってますね。手首パーツはね 1,2,3,4,5,6,7 種類、付属のもの含めて7種類ついてますね。はい、かっこいいですよね。はい、やっぱかっこいい。このゼリーの見た目がねいいよね。スケルトンカラーで、このなんかね僕はね似てるなと思ったのは仮面ライダーフォーゼのメテオに似てるなと思いましたね。腰の部分はね動きがね緩くないですね。そんなに緩くないです。固めにできてます。ビニールを取るのが大変な作業です。うまく取れないとちょっと怖いです。おお、これはすごいぜ。はい、これなかなか取れないですね。ちゃんと全部取れたのか心配になっちゃうなこれ。はい、ビニールを取り終わりまして、はい、仮面ライダークローズチャージ本体ですね。はい、こちら顔から見ていきましょうか。はい、顔はねやっぱりねゼリーっぽさが出てますよね。首の傾きはここ制限が結構ありますけども、こんな感じで下にも動きますが、ここが限界ですね。で、上はこんな感じで、限界はここまでですね。あとは腕がね、ちょっと上がるのが、上がる限界がね、ここね、ここぶつかっちゃうんですよね。このね、ドラゴンのね、あの胸のパーツとね、干渉しちゃいますね。一回腕を外す。腕をここ、曲げてから上に上げないと、ちょっと厳しいかなって感じですね。こんな感じで通してあげる感じですね。なんとか通すことができました。はい。あとはね、ここのね、スクラッシュゼリーが外すことができますね。ちょっと外してみましょう。ちょっと取れないですね、なかなかね。うん、取れない。あ、取れた。取れました。スクラッシュゼリーが取れました。こんな感じでね、すだちも結構かっこいいですね。まずは交換用手首、右手ですね。はい。右手の交換用手首パーツ。ここには元からね、なんか仕様なのかわからないんですが、あの、白く丸いものがついてますね。で、こちらも、左手なんですが、同じように交換の手首、左手、はい、ですね。武器を持たせるような手首パーツ、右手ですね。こちら、はい、左手ですね。左手、こちらも右手ですね。そしてこちらがツインブレーカーです。ツインブレーカー、ツインブレーカーの、ね、ここの部分動かすことができますね。で、このクローズドラゴン、ここはねクローズのね、通常のクローズにもついてますよね。こちら破損注意ですね。こちらも結構部品が細かいから破損には注意した方がいいですね。こちらドラゴンフルボトルです。よし、はまった。よし、じゃあいろいろポージングを撮らせてみたいと思います。はい、ポージングが決まりました。はい、見ての通り構えてるポーズなんですけど、線がねいっぱい入ってますけど、細かい線がね、はい、こういった細かい線もねすごく面白いですよね。なんか文字が書かれてるような部分ですよね。多分省略されてるんですよね、多分ね。ここはね幾何学的なね、なんか暗号みたいなのが書かれてますね。
目玉のようなものがついてますね。いろんなとこに目玉のようなものが、はい、こことかね、足の部分にね、あとはここ腕のところにもついてますし、目玉のようなね、ジョイント部分っていうかね。ではね、違うポージングもちょっと撮らせてみたいと思いますんでね、いきます、せーの、はい、ポージングが決まりました。かっこいいね。その裏面の方をね、見てみましょう。後ろの方はね、ゼリーの色がね、スケルトンのね、ゼリーがここに入ってますね、ちゃんとね。ツインブレーカーを持たせてみました。はい、かっこいいですね。いやー、かっこいい、素晴らしくかっこいいね。ほんとかっこいい。ここのね、スクラッシュドライバーのね、ゼリーの部分、再現度がすごい高いですね。かっこいいね、すごいいいですね。こうターンテーブルとかあるといいんだけどね。回してこう一周させるとね、こんな感じですよね。手動で回していましたけどね、やっぱりね、ここフィギュアーツのね、完成度がすごいんで、このね、いろんなポーズが取らせるってことができるんで、非常に面白いですね。では次行ってみましょう。3回目のポージングです。こちらはね、いい感じですね。ほんとね、ツインブレーカーをね、上に掲げてね、おっしゃーって感じでやってますね。これだけじゃ物足りないんで、最後のポージングいきます。はい、いきます、せーの、はい、こんな感じでポージング取らせてみました。まずね、ゴジラですよ、初代ゴジラ以前紹介したね、この初代ゴジラとね、ちょっと対決させてみました。面白いですね、このね、エフェクトがあればね、より面白くなるんですけどね。はい、ウルトラマンの怪獣とかとね、戦わせたりすることもできたら面白いですね。はい、いやー、ほんとね、こう戦いのシーンっていうのはね、再現できるってのはすごいいいですよね。はい、この可動フィギュアならではのね、そしてこのリアルなフィギュア、リアルでしかも稼働できるっていう最高のフィギュアですね、こちらね、 SH フィギュアつってね、最高の出来です。こんな感じで、はい、戦いのシーンが再現できます。はい、というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。仮面ライダークローズチャージのフィギュアつの開封レビューでした。はい、いろんなライダーたちとね、戦わせてね、遊びたいですね。どんどんフィギュアーツも増えてきたんでね、フィギュアーツコーナー、お部屋紹介とかもね、できたらいいなと思ってます。というわけで、次回もまた見てくださいね。グーバイ。こんにちは、チャクチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。